ごきげんよう、トコポドです。さあ今日はね、色かくれんぼやっていこう。もう目の前にいるんだよね、鬼。固まってるからこれ早く隠れないと。おお、これジャンボジョッシュだよね。新しいステージとか追加されたんだね。僕の色は緑だからここに隠れればバレないかな。あれ待って、でもなんか体の色が変わるはずなんだけど、変わらないね。こういうところかな。これ触ると、あ、変わった変わった。で、今緑だから、これに変われば、まあ、鬼には捕まらないんじゃないかな。いいよー。鬼の様子とかも見てみようかな。ここで見れるんだね。シーカー探してるねー。あれ待って、これ近くにいるんじゃない？やばい、そこにいたし。これは、あれ？色を変身してたのに捕まっちゃったね。なんか、違う緑の色だったのかな？さあ、シーカー誰に決まるかな？シーカー側もやってみたいよね。おっと、今来そうだったけど、近かったか。マップは学校とかもやってみたいね。でもなんかキッチン来そうだな。まあ、キッチンでいいか、今回は。さあ、始まったね。絶対バレないようにしていきたい。なんかホイッスルとかできるね。これなんだ？これ鬼に挑発とかできんのか。よし、とりあえず、まずはこの上登って。でも色、今回黒だね。待って、できるだけシーカーから離れたところで変身しよう。よし、ここジャンプで、この辺でも黒色ないかな。多分黒色になればバレないと思うんだよね。さて、あ、あった。あの鍋、黒いね。でも待って、この上とかは、あれ、いけないか。よーし、さ、黒になって。あれ、待てよ、色変わった。よし、赤だ、赤。あ、向こうのフライパンの赤でいっか。変身して、よし。今回、タコ色になれたね。ここなら、バレないんじゃないかな。シーカーの様子は、うわ、探し回ってる。すごい顔で探し回ってんね。タコを分けてあげたい。あ、待って、色変わってるし。次はレインボーだね。あ、よかった、近くにあった。レインボーの鍋。これに変身しとこう。よし、レインボータコ、ボンドになったね。一度はこんな姿になってみたかった。さて、シーカーは？あれ？ここってこと、やばい！すぐそこまで来てる。変身してるから見つからないよね。うわぁ、すぐそこまで。やばい！色が変わりそうだ。待って、これ待ってるんじゃない？色変わるまで。早く、ここ、離れとこう。よし、次は黄色、あった、近くにあった。よかった。うーわ、そこのみんな捕まってる。やるなしか。二人捕まえたか。よかった。黄色になったからバレなかったね。ちょっと、真ん中にいた方がいいかな。これ、周りを見渡せる場所にいた方がいいよね。よいしょっと、ここで黄色。何かないか？でも、色変わりそうだね。とりあえずこの、ドーナツの黄色。あ、緑。この緑は、濃い方の緑かな。多分、緑も2種類あると思うんだよね。これなら大丈夫なはずだ。さあ、色変わったね。次は黄色。よかった。近くにあったね。でもシーカー全然来ないな。そこにいるのか。向こうの方かな。ちょっと見てみよう。さてシーカーは、なんだ？なんか踊ってるね。あれ待って。このチョッパーと同じ服装だね。やったね。踊ってても大丈夫かな。なんかシーカーやってきそうだけど。お、今その辺か。これ、やばい、バレた？もしかして。こっち向かってそうじゃない？あ、でも、なんとか制限時間まで隠れきれたか。よっしゃ、見つからなかったね。さあ、次も、なんとかみんなで逃げ切ろう。ちょっとこの、観戦モードとかもやってみたいよね。あ、来た来た、みんな選んでるね。やっぱ、マップは学校がいいな。あれ？みんなブロック選んでる。ブロックでいっか、今回。さあ、ブロックって、え？マップ狭くないか？
この空間だけ？やばい、すぐ見つかりそうだな。でも色変身してれば大丈夫かな。しかも今回感染モードだからシーカーがどんどん増えるんじゃない？ちょっと待って、高いとこの黒に変身しとこう。よし、ここで全体見渡せるね。シーカー増えるモードがとんでもないことになりそうだね。最後まで逃げ切るよ。わ、始まった？始まったね。あれなんだ？シャツ係にしてください。いや、今はそんな場合じゃないんだ。今は隠れないと。見つかったらバラバラになってしまうからね。タコとばらけるのなんてやだ。うわ、危なかった、見つからなかったね。やばい、待って、シーカー増えてるぞ。うわ、シーカーだらけになってきた。色変わるね。よし、移動しとこう。さあ、次はレインボー。うえ、落ちちゃったー。やばい、大丈夫か。お、オッケー。ふぅ、やられずに済んだね。うわ、そこ全員シーカーじゃん。ちょっと待って、これやばいぞ。うわ、来た。横、真ん中のステージ、行った方がいいよね。そこからちょっと移動しよう。気づかれないように。よし、レインボーに変身しながら。いいよ、バレてない。次、変わるよ、色。黒！ここ！オッケー、早いね。これが、色の、プロだ。待て、そっちの、やばい。え、待て。シーカーどんだけいるんだ？そっちに移動しよう。高いところに行きたいな。やばい、シーカーだらけになってきた。どこかしこもシーカーだね。待って、色変わりそうだね。来るよ。黒だ、また黒。おお、生き残りいたか。うおお、やばい。大丈夫だよね。気づかれてないはずだ。オッケー。うわ、もう、二人ぐらいかな、生き残り。やばい、また、色変わるよ。ちょっと、上の方に行きたいね。よし、高いところに。よし、ここなら、次の変身しやすい。やばい、バレた？レインボーだ、ここ。うおー。え、待って、なんだ、この数は。いや、もう、ほぼシーカーじゃん。うわ。生き残りは、そこに一人。だけか。あ、そこにもいたね。三人ぐらいかな。いや、残り制限時間1分切ったね。絶対最後もね、生き残ってやる。さあ、色変わるよ。タコの準備をしといて。さあ、来るぞ。あ、いろいろレインボー、またレインボー。オッケー。さあ、色変わる。もう一丁、レインボー来てほしい。さあ、ここにいたいんだけど、ずっと。やばい。あのシーカー。変わった、黄色、早く、やばい、シーカーだけ、避けて、うおー、早く早く、よいしょ、黄色あった、よいしょ、ここ、オッケー。え、待って、色が変わんない、よー、あれ？今のは、最後まで生き残った、これが、かくれんぼの神。じゃ、感染モード生き残ったからね、次はキャンディーモードやってこう。え、なんだ、キャンディーモードって。さ、次こそ学校学校、来い学校。来るよ、そろそろ学校。あれ？来なかったー。また、ジャンボ助手ステージだったね。よし。これ最後まで今度こそ生き残ろう。さて、とりあえず緑だからここにいれば。あれ？待って。あ、なんかキャンディーが落ちてるね。あ、今回キャンディーモードだから、キャンディー取ると色が変わるんだね。待って。ここにいれば大丈夫かな。今度は黄色だ。急げ急げ。そこにある。黄色キャンディーを急いで取っとこう。よいしょっと、これ取っておけ。さて、今、シーカーは、やばい、落ちちゃった。あれ、でも、色は黄色いままなんだね。まあ一応ここにいとこう。で、やばい。色変わるスピードとかも速くないか？次は青を取って、待て、シーカーどこだろう今。ちょっと様子見てみるか。うわ、狙ってる狙ってる。お、隠れられたか。
この辺ってことは全然遠いね。ちょっと暇だから近づいてみるか。よいしょっと。近くにいないよね。待って。とりあえず緑になっとこう。よし。これ取っとけば移動しても大丈夫だね。さ、この辺までやってきちゃったか。待って。今どこだ？あれ？ジャンボジョッシュにいる。やばい！来てる来てる！近くにいた！赤！あった！赤のキャンディー！これ取って。おお。よし。気づかれなかったね。おーい、こっちだこっち。やばい、バリタ？やばい、こっち、バリタっぽい。待て、次の色、変わった変わった。さあ、次は緑。あれ、近くにないぞ、緑。やばい、シーカいる。そこに、下にいた。こっち行こう。あ、待って、この色だね。うおー、目の前で、やられてた。シーカが目の前にいる。やばい、色変わる。移動しとこう。やばい、近くにいると、これ、捕まりそうだよね。色変わった瞬間、捕まるのとかやめてほしい。よっしゃ、待って、レインボーはどこだ？あれ、この辺にないね。シーカーは向こう行ったか。よし。これなら落ち着いて、レインボーを探せるね。なんとかレインボーになりたね。いいね、このタコの色。タコの色をレインボーにして、やっていたいな。でも色変わる。よし、今度黄色だ。あった。よし。あれ取っとこう。いいね。でも残り制限時間も20秒。これ今回も生き残れそうだ。よし、次、青だー。探せ探せー。でも、これ大丈夫かな、もう。よっしゃー。オッケー、生き残ったー。なんかどんどん、タコを隠すの、上手くなってきたねー。学校、ゾン、今度こそ学校。よし、みんな、学校を選ぶんだ。よし、4、5、6、7、増えてる、増えてる。決まったね、学校。よし、このマップは初めてだね。さ、今回シーカー2人。やばい、かくれんぼの難易度上がったね。待って、青は、ちょっと、シーカーから離れた青がいいよね。向こうの方にしよう。あるね、あれ。よし、走れ、走れ。早く、青色になろう。よいしょっと。そこにもあるけど、本でいっか。よし、これに変身して。よし、くっついとこう。さて、シーカーが動き出したんじゃない？みんな、青か。なんとかみんな、全員で生き残りたいね。来たよ、シーカー。みんなー、やれてるー。え？もしかして、青じゃなかったのか？待て、色が変わる。色変わるの待ってんじゃないか？よいしょー。次、赤だ。赤、あれ赤かな。し、これ、変身、オッケー、タコ色。ずっとこの色がいいなー。やばい、来た。よし。バレなかったみたいだ。さて、もう一人いるよね、シーカー。そろそろ変わってしまうな、色が。さ、次は緑ー。草の色だね。これは草になった気分で変わっていこう。さあ、たった緑。よいしょっと、これで。オッケー、僕は今日から草だ。みんな引っこ抜かないでね、草。じゃあちょっと挑発もしとこうかな。ホイッスル。アクトアップとかもやってと。よし、こんなことやっても全然バリないね。さ、シーカーはその辺か。ってことは向こうの方だから全然遠い。よし、でも色変わった。次は黄色か。レモンに生まれ変わった気分でやっていこう。うわーうわ、走ってる走ってる、逃げ切れ。よし、色変わっとこう。うわ、うまいなー。あれ？うわー、よそ見してたら捕まっちゃったかー。こんなのもうかくれんぼののみだ。いや、今度こそ、かくれんぼの神、目指してやってこう。さて、来たね、タコボンドシーカー。今回のマップ、ブロックか。シーカーとして、全員捕まえたいね。
やあ、よし、捕まえる神にもなりたい。さっくりよ、来たー。さあ、シーカーとしてやってこう。もう一人のシーカー、ラーメンくん、よろしくね。なんとか二人で、全員捕まえていこう。さて、まずはここ。うお、待て。うわ、逃げられた。早いね。よいしょ、そっちにいる。行くよー。ほい、オッケー、捕まえた。あれ、色変わってなかったのかな。多分、お題の色に変わってなかった感じだね。さて、早速二人、もう一人いた。よいしょっと、オッケー。さて、残りは、お、いるね。なんか、おにぎりが見える。よいしょ、しゃ、落ちたか。待って、みんな動きが早いな。いたぞ、よいしょっと、ほいしょ、よいよいよいやった、ラーメンくん。それから、あれ、なんか消えたね。あれ、待って。たまになんか消えるプレイヤーとかもいる。ここはいけるか？よいしょ、待てー。いよいよ、この、ずっと追いかけてやる。早いよ、動きが。うまいね、でも。うわー、どこまでいけるか。あとちょっと、オッケー。これが、プロだ。こういう格好つけるのも大切だからね。しっかりやっとこう。それから、ここなんだ？あれ？消えたね。え、待って。あ、よいしょー。え、倒した？これもしかして、お題の色になってると、なんか消えるのかな？シーカー目線だと、消えて見えるのかもしれないね。さて、でも結構捕まえたと思うけど、まだいるね。待って。おお、よくやった。さあ、残りは、見えない、見えた。そこだ。あれ？あ、倒した？なんかやられた声が聞こえたね。よし、少しずつ減ってるぞ。あれ、でも、見えない。誰もいない。でもゲームは終了してないから、まだ隠れてるプレイヤーいるよね。え、どこだ？見えないようになってんのかな？多分透明になってるね。あれ？裏とかになんか隠れてそうな感じするけど、あ！なんかいた！そっちだ！よし。こっち登って上から見ていこう。さて、いるね。レインボーになってる。よー、こっち向けて、よーいしょーと、待てー。うおー、あとちょっと触れ触れ、オッケー。これが、プロだ。よーし。見つけるプロにもなってきたね。あ、ラーメンくんもよくやった。ここまで。残りのプレイヤーも、全員見つけていきたいね。さあ、どこだ？てか、あと何人いるんだろう。あれ？なんか見える、ここ。あれ、なんかチャットが見えるね、ここ。ここにいるのか、もしかして。チャットやったせいで、バレちゃってんね。よし、これ、色変わるんじゃない？変わった瞬間、捕まえられそうだね。よいしょ、よいしょ、しゃー！全員捕まえたね。これで今日から、かくれんぼの、プロ神だ。それでは、みんな、じゃあね。